チャオ、あっちゃんです。今日は6月の27日火曜日、はい、あっちゃんの朝ごはんです。では作っていきたいと思います。はい、パンに昨日のね、見えるかな、昨日のあれ、ささみのサラダ残ってるからこれ乗せます。美味しかったよ、うん、ちょっと汁気が多いから食べるとこぼれるかな。まあいいや。これで焼きます。簡単です。はい、できました。うん、これ、ささみのサラダオープンサンド、うん、食べたいと思います。今日ちょっとね、左目がかゆいね。でもね、2日だけ、たった2日やけども、ちゃんとね、夜寝てたら、昨日まあ6時間しか寝られへんかってんけども、しかって6時間も寝てんけど、一昨日7時間6時間、だから体調すっごくいいねん、うん、ただ目がかいのは仕方ないと思うんだけど、うん、でもね、うわいいよ、うん、ではちょっといただきます。お、うん、おいしい、うん、おいしいわ、うん、サラダ系のね、パンおいしいね、うん、結構ね、味しっかりしてて、うん、ね、ささみもね、かっぱさばさなってないね、しっとりしてて美味しいよ。濃いわけでもなく薄いわけでもなく、ちょうどいい感じで美味しいね。なんかすごい、何もしない昨日サラダ、うん、そのまま乗せだけやけど、うん、
おいしい。喉がちょっとでしょ。今日はね、なんかこう喋られへんぐらい美味しい。ごめんごめん、別に何てことないんだけど、トランプの会見、カメラ禁止なんだからイラストで。なんかね、そばの実がいいねんて、体に。ちょっと探してみようかな。靴すごい。のりちえみちゃんの家公開してんだけど、スペイン風な家、3000万円ってすごい大きい家やね。昔奈良に住んどったけどね、ちえみちゃんね。めっちゃおいしい入ってる。ちゃんとエナジードリンク。
まあ、クローゼット潰してテレビ置いてやる。いいな、ウォークインクローゼット欲しいな。なんか今日はね、なんかこう体調はすごくいい、でもなんかこうぼーっとしてたい感じ、なんかこうのんびりしてたい感じ、ぼーっていうか、のんびりしてたい感じ。でもまあのんびりしてたらあかんねんけど、この後ちょっとね、今日は火曜日やろう、火曜日やから明日水曜日の動画、今週末のね、今週ちょっとね、バタバタすんのよ、週末。木金、バタバタするっていうか、木金、まあね、子供、期末テストも入るしね。で、うたちゃんはね、予定が入ってたりするからね、だからやねんけども、まあ予定って言ったりしたもんじゃないねんけど、だからどうしようかなって、その分の動画もね、取りだめときたいし、で、明日、水曜日は、水曜日は別にどこにも行かへんし、ね、珍しくね、月末の水曜日が空くっていうのはね、なかなかないことやねんけど、まあ、いて、だから、まあ、今日明日で取りだめて、週末まで。で、子供がね、確か、期末はいつまでや、月曜日までかな、なんかのはずやねん。なんかそれまで、まあ、お出かけもせえへんから、この週末もゆっくりまったりの週末になると思うねんけどね。で、7月入ったらちょっとね、余裕が出てくるんだけど、まあ、もうそろそろ受験のね、雰囲気を味わしとかなあかんから、勉強もさせていかなあかんねんけどね。ちょっとスイッチは入ってるんかな。昨日もね、だから寝る前、いつもだから10時ぐらいにも、昨日ととからへんねんけど、電子機器切ろうって話してたら、昨日はもうね、勉強するからもういいよって置いて、自分の部屋行ったで、夜12時頃もう寝るよって声かけたら、まだもうちょっとしたいから、言って、もう12時やからいい加減にしとかな、睡眠時間取れへんよって言ったら、って言って、先寝といてって言うからさ。で、まあ1時ぐらいまであっちゃ起きてたんよ、昨日だから、1時。だから6時間しか寝てないんだけど、1時ぐらいまで起きた時に電気を消そうとかしてたから、1時ぐらいまで勉強しててんなと思って、一応電気パチンのスイッチってカチャって引っ張れてたから、カチャって書いてたから、あれやなと思って、ね、昨日はね、ラップをもしなかった、やっぱお酒備えた効果かな、お酒備えたね昨日で、それまで結構ね、もう伏せたパキッとかミシミシとかそんなんやけど、そんなんじゃなく、上の部屋を人が歩くことが、その時々ドテってこけたみたいな、みたいになる時はね、お化けこけたよみたいな、そんなね、ドッスンって言って、っていう時もあって、ドッスンはさすがにないと思うね、ミシ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 っていうのもちょっと気持ち悪いねんけど、寝るように上がった、上がってへんよ、でも夜なんか気持ち悪い、上がらへんわ、あいつだから、だから、ねえ、誰もおらへんはずやねんけどね、ミシミシ。でもなんか子供の声聞こえた？なんか子供の声聞こえた。みんなで集まってワイワイできる空間が2階にあるという。今何もしてない。
そう、もう怖い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 、こういう話するとどうしてもね、ちょっと怖いからちょっとこれつけとこう、今日もつけときます。うん、こんな感じでね、うん、あのね、上歩く音がね、もう昨日は何もなかった、うん、そういう現象がね、だからまあお酒の効果かなとは思ってんねんけどもね、だからお酒がなくなってたのがすごい気になったから、うん、ということで、あ、ちょっと電話かけてきた、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ、いつも一緒に食べてくれてありがとうね。